変わらないことも大事だし、変わることも大事です、はい、そうですね、みんなが受け入れてくれるわけじゃないので、そうですよね、試してやろうって人いくらでもいます、そうですよね、ちょっとあの大きな転換が来ました。武術としてこの10年後20年後どんな世界を描きますか。どうしたらね、難しい。 MMA というルール自体がちょっと同階級じゃないと無理なんですね。無理、絶対無理じゃない、そう、ああいうがっぷり組んで体重差があるとやっぱね怪我するし勝てないし。でもクロストレーニングでこうやって安全に投げてるとすごいから、とてもいいですね、絶対とかも強くなりますよね。テクニックが使えないときの予備タンクとしてもいいですね。そうですね、はい。いざとなったらパワーでっていうのは。でも本当に実際のこの流動的な力の流れが分かっていいですよね。うん、だから当て身を使ったら本当は崩せる可能性なんですよ、はい、相手は、はい。だからこそ当て身を使って、うん、だけど当て身を使うと危険だから加納次郎先生が何度にっていう解説をしたと、うん。すっごい難しいですよね、うん、それが。うん、だから本当、だから当て身使わないと投げないっていうのもあるし、はい、当て身使わなくても力とか技術があると。安全性を確保した稽古って非常に難しくて、うん、未だに解決できてないと思うんですよ、打撲とか。そこはでも永遠のテーマですよね、本当に。僕もその競技、経験人っていうその武術的なものを表現したいと思ってルールを作ったんですけど、どうしてもルールの限界というかですよ、安全性と実践性と、そこはね、どうしてもどっちかがね、はい、どっちかに取っちゃうんで、あの北川先生ともこれで、はい、まあ、肩の大切さを言ってたじゃないですか、はい、本当人に伝えるためには、まあ、しかも長くね、広く伝えていくにはやっぱ肩っていうのは重要だけど、そのこと言葉にせずに体で学ぶっていうのが、まあ、本質的にはまあ意思相伝とかですね、そういう本当に直で習えるんだったらそっちの方が良くて、本質と普及が本当反比例するっていうね、ちょっと反比例していくっていうのがすごく悩ましい問題ではありますよね。あの本質だけでも広がっていかないと面白くないし、ちょっとバランスですよね、バランス、普及だけでもね、ちょっと本質が変わりすぎても面白くないしっていう、すごく難しい。時代とともに合わせていかなきゃいけない部分があると思いますよね、うんうん、そうですね、時代が変わっていきますもんね。変わらないことも大事だし、変わることも大事、はい、そうですね、うん、進化論と同じで変化を拒んでしまったら生き残っていけないのも美術と同じなんですよ。本質を大切にしながら、うん、まあ、その状況に合った、その世代に合った、まあ、変化は必ず必要だと思ってますね、うんうん、もう頭でっかちに変えないことが大事だ、昔のものが素晴らしいっていうのもちょっと違いますしね、はい、何でもかんでも変えればいいわけでもないし、はい、そこで本当にあのその時代に試されていかないといけないんでしょうね、そこで求められているかどうかというか、うん、今の時代平和だから、はい、まあ、襲われることなんてほぼほぼないですよね。でも海外はあるんですよ。あ、海外はあるんですね。海外はあるって言いますね。なるほど。でよく格闘技が使えるとか使えないとか言うんですが、海外では結構否定的な人もいて、実際にロシアとかでも聞いた話なんですけど、喧嘩になったら1対1じゃなくて、もう多数1対多数で、ただ一方的にボコボコにされるだけだって言ってましたね、うんうん、それが本当は実践だって言ってたんですよ。間違いないですよね。海外ではそうですよ、武器もあって、そう、あのアメリカでしたら銃社会です、うん、だ本当に実践がよく、先生実践自体で全然状況が違うって言うんですけど、本当海外だとおっしゃって、日本とは違います。つまり海外と日本における武術の価値っていうのがまず違うんですね。あ、はい、り方が違う、はい、求められるものが違う、うん、合気道はもう世界グローバルだから、そうですね、はい、まあ、そこのまたバランスの部分ですね。強さって、合気道の場合強さっていう価値じゃないところで広がってきてると私は思ってますね、うん、でも海外ではそこは求めるというか、その技術も、そうですね、やっぱりうまさ、体、身体操作のうまさだったり、はい、そう、技術ですよね、投げがうまいとか、体操巻きが上手とか、実際使えるのかっていうのは、そういう海外では問われるんで、でも実際そうですね、あの例えば抵抗してきた相手にかけられるかどうかって、海外で、うん、そうですね、試されますよ、私なんか、うん、あのね、見た目も若いですし、はいはい、本当かよって強く持ってきた人に、ちゃんと説得力、はい、そうですね、それこそ力でやってたら全然めちゃめちゃじゃないですか、うん、力をすごく逃がして、まあ、うまく。そうすると信頼してくれるってことですかね、うんうんうん、
でも本当やっぱセミナー鍛えられますよ。みんなが受け入れてくれるわけじゃないので、そうですよね、試してやろうって人いくらでもいます。そうですよね、体がでかいですし、そこで説得力出すっていうのでやっぱすごい鍛えられてきましたね。日本人はまだねちょっと空気読んでくれるでしょうけど、そうです、ね、海外の人は、ね、海外は思わないですよ。体もでかいですし、だけどそこで技かけられるのだと逆に自信にもなるんですよ。そうですね、これだけ通用したからもちろん日本だって同じね、まあ、そうやってやっぱまず磨いてきましたね。そうやって海外とかで、ね、まあ、競技じゃないんですけど身体操作を磨いて、稽古を通して磨いてきたって感じですかね。いつか海外行ってみたいですね。そういうね、どんな風にやれるのか。でも先生も UFC で世界最高峰の有名団体とか、でもですね、アメリカに UFC の、ね、ファイターって腐ることいるんで海外でそれこそ守られてない環境でパフォーマンスを出すっていうのはやっぱ修行ですよね。そうですね、僕は前アメリカの UFC で2連敗したね。その時はもう完全にこっちでしたね。海外っていうのもあったかもしれない、まあ、気負いですよね。こう勝たなきゃならないっていう気持ちがこう自分のパフォーマンスを縛ってしまいましたね。すごい、でもいい稽古だな。すごい稽古だな。すごい、誰にもやりたくてもできなきゃいけないですもん。それがやっぱそういう乗り越えてきたからこそ人に優しくできるんですもんね。あ、そうですね、それはありますよね。厳しい経験してきたからこそ人に優しくできます。そうですね、わかりますもんね、その人痛みがね、はい、痛みがわかるんですよ、ね、自分自身がやっぱ傷ついてきたからこそ人に痛みがわかるんですよ、うん、そうですね、強く投げられたらその痛みがダイレクトにわかるじゃないですか、うん、だからこそ優しく投げたり、うん、優しく相手に優しい方にやりを立てるってと同時にですよ、こじらせた人もいるじゃないですか。まあ、まあ人に優しくできない人も当然いるし、まあ劣等感が消化しきらなかったんでしょうね、その稽古の中で。まだなんかまだね、意地悪な人もいる。でも稽古続けてくるとだんだんそれこそ洗練されてくる部分、うん、精神も、ね、年齢ともにやめなければ洗練されてくると思うんですよね。そうですね、まだ成長過程なんですね。だまあ、もやっぱ目標はそこにあるべきなんでしょうね。その、まあ、みんな、まあ、みんなが愛されたようないけど、そのみんなと仲良くできるというかね。そうですね、はい、幸せに、ね、楽しく生きれるようになる。とにかく私ありましたね、2013年にあの合気道の世界大会で、あの普通ないんですよ。ロシアであのワールドコンバットゲームっていう世界大会で合気道が試合じゃないんですけど演武でもある。そこで全日本合気道連盟代表として出たっていうのがすごく大きな転機で、それのインターネットの映像が広まって海外で呼ばれるようになったんですね。なるほど、2013年、はい、ロシアでコンバットワールドコンバットゲームっていうのが、はい、それは他のいろんな格闘技とかが、そうですね、あの相撲とかもありましたね、あとテコンドー、空手、普通はオリンピックが最上級じゃないですか、はい、でもそこではワールドコンバットゲームって言って剣道もありましたね。あのオリンピック競技に入ってるものと入ってないものが一緒に競技をするんですか。それで、あの他は競技試合なんですけど、合気道の前にはそういう技を見せる演武っていう形で、剣道とか競技をする、はい、でその場合合気道は演武を披露するっていうところで日本の代表として私に出て、ね、でその映像が海外の人が素晴らしかったって言って、それから海外生まれるようになったんですね。そこから大きな転換が来ました。あの動き見せればね、だからいろんな経験するからこそやっぱり自分自身成長できるんですよね。やっぱ決まった通りにもちろん動いてくれないですし、うん、意地悪い人もいますし、あと海外でやっぱ環境が全然違うところでそのパフォーマンス出すっていうのでも、まあ、本当試合ではないですけども、うん、やっぱその精神が鍛えられますよね。これ今後の、はい、なんですか、展望ってどんな感じですか。まあ、技を磨いていきたいと思います。自分の普通の武道とか、まあ、普通の武道とか武術っていうのは年齢とともにパフォーマンスって絶対下がるじゃないですか。でも年齢とともに体力が衰えても技が切れるようになりたいっていうのが私目標があるんですよ、うんうん、それって多分武術を探求していけば可能性はあるんですよ、はいはい、あくまでも可能性で本当厳しいと思うんですよ。普通は年齢、体力ともに技術って絶対落ちると思うんですけど、でもしっかりと身体操作ができていれば技が切れていく可能性あると思うんですよ、うんうん、というのは私20代30代よりも今の40代の方が技は切れてると思うんですよ、うん、もしかしたら体力落ちてるかもしれないんですけど、でそれそういう傾向をしていけば50、60、70になってもどんどん技が切れてくるんじゃないかなっていう、うん、
まあ、夢が夢なんですよ、はい、うん、そこを私目指してます。厳しいですね、自分にも。先生もそうですよね、技を磨いて。そうですね、僕はあの先生よりは割と武術をロマンに感じているタイプなんでこの何ですかね、本当にすごい、まあ、極端なしカメハメみたいな世界ができんじゃないのっていう、まあ、極端ですよでも実際に、まあ、実際今が一番強い自信もあるし、10年後20年後もっと強くなってるって、まあ、イメージできるんですよ、はい、まあ、本当にそこは一緒ですね。あのなんだろう、どっかでまた白川さんと全く同じ考え方になるのかもしれません。でも強さって精神と肉体が一致したところが最、はい、一番、はい、多分年齢が上がらないとその精神と肉体の一致ってないですよ。経験値ってのは必要ですね。いろんな人生経験だったり、うん、格闘技界ももちろんそうですけど、はい、まあ、あとこう特に力を抜くこととかっていうのはやっぱすごくね、経験値も必要になってきますね。そうですね、力を抜くっていうのは、はい、まあ、フォームですね、正しいフォーム、効率的なフォームをちゃんと、なんだろう、自由に正確にやっていくっていうのも、やっぱ年とともにいくらでもレベルアップできると思うんで、うん、そういうのをね、高めていきたいです。あと、まあ、僕の場合はその体のつながりを強くするだとか、そういうのをどこまでも伸ばしていくと思うんで、うん、いきたいですね。達人なんかこの老人たちが集まってね、めっちゃこう20年後30年後かって面白そうですよね。進化をまた見せれればすごいいい世の中ですよね。したらいい社会になりそうですよね、うんうん、それぞれの武術がやっぱ社会に送り立った方がいいですよね。はい、本当に武術としてこの10年後20年後どんな世界を描きますか。うん、まあやっぱりその体武術を通して体の操作だったり、あと健康になってほしい、心身健康になってほしい。それもシステムと私共通すると思ったんですけど、武術を通してやっぱり心身健康になってほしい、うん、効率的な体の使い方を覚えてほしいなと思います、うんうんうん、武術とか武道が今の世の中に果たす役割って何なんだろうっていうのはすごくと考えますね。その、まあ、健康っていう意味もそうだし、何なんだろうな。でもそれって正解がなくて、やっぱそれぞれの、うん、価値観だったり、それぞれの武術でそれぞれの役割があると思うので、うん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 、みんなでだからそういう気持ちで持っていけばその主張が広がってきますよね。そうですね、そうですね、答えを出す価値観をこれだと決めるのも危険な考えだと思うんですよ、うんうん、そうですね、そうですね、多様性がやっぱすごいいいと思うんですよ、うんうん、一人一人がそこをずっと悩みながら進んでいけばですね、はい、いい感じです話しますね。ありがとうございます。今日本当ありがとうございました。ありがとうございました。結構ありつけていただきます。本当です。よろしくお願いします。ありがとうございました。いや、先生めちゃめちゃ強いっすね。いやいやいや。手加減してもらうのかと思います。お返しします。